はい、どうも峰島です。今回はですね、二藤夢乃さんっていう実業家の方がですね、問題発言をしたということでお話ししていきたいと思います。この二藤さんっていう方、何をされてるかっていうと、女性を支援するようなそういう活動をされてるみたいです。その女性を支援する、サポートするっていうのは僕は大変いいことだと思いますんで、その活動に関しては頑張ってもらいたいなと思いますけれども、神戸新聞さんがですね取り上げてるんですけれども、活動家二藤夢乃氏、安倍元首相の射殺は安倍政治が要因と主張、参院選での女性の権利軽視にも怒りっていうことで記事を掲載してます。その記事は概要欄の方貼っときますね。どんな話かっていうと、安倍さんがまあああいうことになってしまったじゃないですか。その原因は安倍政治だと、そして自民政治だということを言ってるんですよ。でまあいろいろとツイートしてるんですけれども、まあその女性のね権利が守られてないっていうのも話してますけれども、ご自身のツイートからこういう発言をされてるので、それを取り上げてこれはどうなんだということで神戸新聞さんの方が取り上げてるっていう感じみたいななんですよ。この主張が簡単に言ってしまうとですね、安倍さんがまあそういうことになってしまったのは安倍政治のせいだと言ってるわけです。要はやられてしまった側、命を落としてしまった側、その人が今回の事態を招いたって言ってるんですね。いやいや、おかしいだろうと、これ炎上するやろっていうことで見たらですね、えらい炎上してるわけですよ。ご自身のツイートを見に行ったら何か言ってるんじゃないかと思ってですね、見に行ったらこういうツイートしてます。トップニュースとして言ってもいないことを勝手に書かれ、言ってもいないこと、ネット右翼などから無数の誹謗中傷が寄せられ、私に対する殺害や銃殺をほのめかすものまである。政権批判をしたために意図的に事実と違うことを書き煽ったのかと、運営会社を確認したら神戸新聞だったということでツイートされてますけれども、これ事実と違うことじゃなくて、あなたが安倍さんがそういうことになってしまったのが原因は安倍政治だって言ってるのは、いや、あなたがツイートされてますよねと。このツイートを見る限り、どう転んでもそういうツイートなんじゃないのっていう、そういうところで思えてしまいます。またさらに言ってるんですけど、デマ記事がトレンド入りしている。ツイッターを乗っ取ろうとする人が私のアカウントにログインしようとしていることも確認した。デマを流し暴力を扇動した神戸新聞に記事の撤回と謝罪を求めます。今こそメディアは言論を守らなければならないのに、なぜ政権批判の口封じに勤しむのかって言ってるんですけど、いろんな意見あるんですけど、まずね、今回の行為っていうのはまあテロ行為じゃないですか。あんなんで演説してるところに、安倍さんがね演説してるところに来て、わけわからん銃でバンバンって撃ってね、亡くなられてしまうと、本当にあの安倍さんには本当に心からお悔やみ申し上げますけれども、何をやってるんだと、この人は。これで安倍さんが悪いって言ってね、この人は女性の権利を主張してるんですよ。いや、そういうやり方が違うだろうと、まずはねお悔やみ申し上げますって言って、非難すべきはその銃を撃ったやつじゃないかということなんですよ。まあ当たり前ですけどね、あんなただのテロ行為ですからね、あんなの。その政治の批判っていうのは、今ねその亡くなられた方に対してやるべきじゃないと僕は思うんですよ。だからしっちゃかめっちゃかのことを言ってるんで、まあそれは炎上するよねっていう感じです。まあそれでこの二藤夢乃さんは大炎上してるっていうことで、今回は僕が取り上げてみたんですけども、まあその二藤さんのツイートとかも概要欄貼っときますけど、女性の権利を守りたいとか、弱い女性をサポートしたいとか、そういう活動は非常に僕は応援したいことではありますけれども、今回のこの安倍さんの件に絡めて、しかもそのテロリストを擁護するような発言をしちゃって、安倍さんが悪いみたいなこと言ってるんで、そういう考え方、そういう主張を言った後に女性の権利がとか言ってるわけで、いや、だいぶおかしいなっていう感じでございます。まあなんかこの二藤さんがねツイッターで今日は炎上してたんで取り上げてみました。こういうね気になるニュース、僕が気になるニュースを取り上げて意見や感想を言うっていう動画、これもちょこちょこやっていきたいなと思いますんで、見たい方はチャンネル登録お願いします。それじゃね。